こら、授業中だぞ。あれ、飛び降りるんじゃ。何すいません。こら、座ってろ。こら、座ってろ。出て行くな。こら、どうなってんだ。俺らも中庭に行こうぜ。野じ馬だらけじゃねえか。これじゃ通れねえ。こっちはダメだ。実習棟の方から回るぞ。どうしてくれ。あ、なんだよ。どいてくれ、どうしてくれって。授業中だぞ。しよう。こいつらクソだな。誰か付き添いを。教職員の方いらっしゃいませんか。私は担任ではありませんから。こういうのは校長が。行きます。早く。教室に戻りなさい。あいつ三島なんか変じゃね。今度こそ吐かせてやる。一旦教室に戻るんだ。他の生徒もまだ返さないでください。先生方、痛いって。
なんで逃げたんだよ、逃げてないし、飛び降りてんだぞ。やめてくれよ。そうだよ、別にお前締めようってんじゃねえ。チクったとかも言わねえから。鈴井は、鈴井は鴨志田先生の呼び出し受けてた。なんだそれ。教官室に、俺何回か鴨志田先生に呼ばれてたから。俺や鈴井だけじゃない、他の部員も。先生、機嫌が悪いとご指名で殴るんだ。やっぱ体罰マジだったわけか。でも鈴井、昨日特にヘマしたとかじゃないのに急に呼び出されてて。鴨志田先生、すごくイライラしてたから。いつもよりひどいこと。まさか、あの野郎。あ、坂本、きっと鴨志田先生のところに行くつもりだ。2階の体育教官室だよ。教官室に入っていったぞ。急いで追いかけよう。ん？てめえ、あの子に何しやがった。なんだいきなり。しわばっくらんな。いい加減にしろ。指導なもんかよ。なんだと？俺はここに鈴井を呼べって命令されてたんだ。きっとここで鈴井は。証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。百歩譲ってお前の想像通りだとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡が入った。意識不明で回復は絶望的。そんな奴が何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ。かわいそうに。またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。うっせんだよクソが。なんで止めんだよ。けどよ。お前が止めるのか。驚いたな。遠慮しないでやるよ。あ、そうか、やれないか。
まあそうだよな。ここにいる全員退学だ。次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。こんなクズどもの言うこと誰が本気で取り合うか。三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者面してるけど前歴のことバラしたのお前だろ。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ。三島？言われて仕方なく。さあもういいだろう。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かったらとっとと出てけ。こんなやつのせいで。お前、そうか、あれか。はあ？頭どうかしたか？クズの言うことはよくわからんが、やれるもんならやってみろ。処分を待つしかないだろうがな。もたもたしてらんねえぞ。さっさとあの世界行ってあのクソ野郎をぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。例の廃人になるかもってやつ。俺はできた。あいつのせいで人が死にかけたんだ。もうどうなのか知ったこっちゃねえ。お前は？ならいい。そういやさ、パレスを消滅ってやっぱ大変なのか。試したことあるんだろ。いつそんなこと言った？は？は？知ったかぶりかよ！退学って本当？噂になってる。またか、鴨志田の野郎。んなこと言いに来たのかよ。鴨志田やるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。お前には関係ねえ。首突っ込むな。関係なくない。司法は私の。邪魔すんなって言ってんだ。容赦ないな。あんなとこに連れてけるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。いざってなると女の方が大胆だったりするもんだ。さっさと鴨志田やりゃ済む話だ。今から行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。気合い入れてけよ。